はい、どうもこんにちは、七湯です。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は2002年度のルーマニアの国内大会の問題ですね。これも多分おそらく、JMO に相当する、ルーマニアの国内大会だと思われます。IMO の出場選手を決める国内大会ですね。はい、それではやっていきたいと思います。整数 ABC はどれも1未満ということで、正って言ってるんで0より大きくて1未満ってことは、ABC どれも0から1までの間ってことですね。0よりも大きくて1より小さいと。ABC について大小は決まってないですね。で、この不等式を示せという問題です。そうですね。どうやってやったらいいか戸惑いますよね。移行して、二乗するっていう手が一つありますけど、それでね、普通に考えてルート ABC を移行して平方を取る。それでもルートは取れないです。消えないわけですよね。ABC は出てくるけど、2ルート ABC、ルート ABC っていうのは出てくるので、その辺の処理でちょっと苦労しそうな感じがしますよね。でもこれ鮮やかな方法があります。大学入試問題で、いきなりこれが出てくることはないかもしれないですけど、誘導がついたら全然あり得ると思いますね。どういう誘導かというと、 A イコール0から1までだったらコサインの2乗 A というふうに、取れますよね。この A は0から2分の π までの角で取れる、2分の π までの角で取れるってことに注意してください。で、 B もコサインの2乗 B っていう形で取れる。これ2乗で取っておくところがポイントです。コサインの2乗 C。もちろんコサイン A、コサイン B、コサイン C で取れるんですよ。でも、あえて2乗で取るのはルートがここにかかってるので、ルートを取るためですね。それから 1-A を考えるときに、これもサインの2乗 A になりますよね。そういうところがポイントなんですよ。だから 1-A は 1-A。コサインの2乗 A になって、これサインの2乗 A になるわけです。ってことは 1-B も同じことが言えて、1-コサイン B ですからサイン B、 2乗 B になるってことですね。1-C もサインの2乗 C という形になってルートが全部取れるんですよ。これによって左辺はコサインの2乗 A とコサインの2乗 B とコサインの2乗 C のルートですから、コサイン A、コサイン B、コサイン C の掛け算になりますよね。ルートがちょうど2乗と相殺されて、こうなります。で、プラス、ルート 1-A の方もサインの2乗とサインの2乗 A とサイン2乗 B とサインの2乗 C のルートですから、サイン A、サイン B、サイン C ということ。で、これが1より小さいっていうのは、どこでもいいから、とりあえずコサイン C とか、例えばこれですね。とか、サイン C。共通なものについて、これは、1以下ですよね。これは1以下ですよね。でも、よく考えてみると、A も、C も、2分の π 未満なんですよ。今 A じゃなくて C ですけど、 C は2分の π よりも小さくて、0よりも大きいって言ってるので、この値実はこうです。1になることはないですね。サインの値も1にならないです。0ではない。2分の π になれないので。コサインの値も0にならないので、1より小さい値、真の値ですね。1より小さい値になるっていうことになるので、この値を取ると、1で代用すると。1で代用すると大きくなります。つまりこういうふうになります。コサイン A、コサイン B、プラスサイン A、サイン B と。いいですか ?1 で代用すると1の方が大きいので、こういうふうになりますね。正の数ですからね。で、これは、コサイン A-B という加法定理によって、1以下と。いうことが言えます。
でもここはイコールつきますけど、ここにイコールがついてないので、ということは左辺の値は真に1より小さいということが言えると。これで証明合理ですね。もともとそのここの統合は言えますよ。 A と B が同じだったらコサインが0になるので統合は成立しますけど、先ほども申し上げた通り、ここのイコールが成立しないので、このイコールが成立しないので、1より小さくなる、必ず1より小さくなるということですね。この統合は不成立ということです。いいですかね。気づけばという感じですけど、まあこれさすがやっぱりそのオリンピックの国内予選だけあって、難しいですよね。これノーヒントで出された大学入試問題だとしたら、まあ、ほとんどの人は解けないんじゃないかなと思います。まあ旧帝大の、レベルで出した人としてもそんなに解ける人は多くないんじゃないでしょうかね。はい、というわけで、まあ今回ね、その時間的には短かったかもしれないですけど、もしこれ以外にね、まあ、こういう方法があるっていうのがありましたら、別解等をコメント欄に書いていただけるとありがたいです。はい、2002年度のルーマニアの国内大会の問題でした。今日の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。